動画は、朝までに起きた重要な米経済イベントをはじめ、主要な金融ニュースをいろいろ取り上げるわ。解説は霊夢。質問などのツッコミはマリサね。引用はニャス姫。10分から12分程度の時間で簡潔にまとめていくわよ。おう、みんな、よろしくだぜ。では、ニャス姫、今回の話題をお願いね。わかったわ。今日は、アメリカの経済指標から見ていくわよ。実質 GDP と中古住宅販売制約指数ね。では、ブルームバーグからよ。米 GDP 改定値は上方修正。国内総所得は2四半期連続マイナス。1、3月期 GDP は 1.3% 増、個人消費は 3.8% 増、いずれも上方修正。GDI は 2.3% 減少、前四半期は 3.3% のマイナス。米国の経済活動を測定する2つの重要指標が、1、3月、第1四半期に反対の方向に動いた。このうち、1つは、経済の弱さを浮き彫りにした。GDP は、速報値から上方修正される伸びとなった一方、国内総所得 GDI は 2.3% 減少。前四半期には 3.3% 落ち込んでいた。2四半期連続のマイナス幅としては、新型コロナウイルスがパンデミック世界的大流行となった直後に続く大きさだった。根強いインフレと貸し出し基準の引き締めで、景気が勢いを失いつつあることが示唆された。住宅セクターが8四半期連続で低迷していることに加え、企業の設備投資は2四半期連続で縮小した。一方で強い労働市場を背景に、消費者の支出は続いていたことが明らかになった。サービスに対する家計の支出は上方修正されたが、財への支出は小幅に弱まった。ウェルズ・ファーゴのエコノミスト、ジェイ・ブライソン、シャノン・シーリー両氏はリポートで、理論上は、実質 GDP と実質 GDI は同等であるべきだが、実際は、データの抜け落ちにより、幾分か異なることが普通だと指摘。GDI の弱さは、この数四半期に見られる実質 GDP の伸びが、今後の統計発表で下方修正される可能性を示唆すると述べた。企業利益調整後、税引き前も減少し、前年同期比 2.8% のマイナス。金融セクターと非金融企業の両方で減少が見られた。それでも、企業の価格設定力は維持された。食品とエネルギーを除いた個人消費支出 PCE コア価格指数は、前期比年率 5% 上昇に小幅上方修正された。同指数は、インフレ指標として金融当局が注目する。ニュースは以上よ。霊夢、これはどうなってるんだ？実質 GDP 改定値は 1.3%、予想の 1.1% を上回った。個人消費も 3.8%、これも予想の 3.7% を上回った。でも、国民所得は 2.3% 減少したと。あと、ボラー FRB 理事が言及していた個人消費支出、PCE コア価格指数は前期比年率 5% 上昇。つまり、個人消費は堅調。インフレ退治はできてない。でも、国内総所得 GDI は 2.3% 減少。企業の設備投資は縮小されている。設備投資が減るってことは、この先、景気が悪化すると考えられるから。そのうち実質 GDP が下方修正されると。どうしてなんだ？国民総所得と国内総生産の関係からよ。国内総生産、GDP というのは海外活動を除いた国内だけ。国民総所得、GNI は海外も含めるわ。単純に国民総所得が減るなら、普通に国内総生産は減るってことね。実質の違いは大丈夫よね？物価の変動による影響を取り除いたものだったよな。そうよ。実質 GDP や実質 GNI の方が、より正確な経済指標となるわ。だから、景気後退懸念か。しかも、インフレ高止まり。下手したら最悪のシナリオじゃないか。そうよね。6月に利上げ凍結しても、
それで終わりではないという意味がよくわかるわね。では、中古住宅販売制約指数前月比を見ていくわよ。ニャス姫、お願い。米中古住宅販売制約、4月は予想下回り横ばい。在庫不足が足かせ。より、多くの消費者を動かすには、住宅在庫の大幅増が不可欠 NAR。北東部で大きく低下、その他の地域は、上昇前年同月比では 23% 低下。4月の米中古住宅販売制約指数は前月比横ばい。高水準の住宅ローン金利と在庫不足を背景に、住宅購入需要が引き続き抑制された。米中古住宅販売制約指数季節調整済みは前月比横ばいの 78.9。エコノミスト予想中央値は 1% 上昇。全米不動産業者協会 NAR のチーフエコノミスト、ローレンス・ユン氏は、在庫が限られているため、物件購入に関心を示す人の意欲が全て満たされているわけではないと発表資料で分析。より、多くの米消費者を動かすには、住宅在庫の大幅な増加が不可欠だろうと指摘した。地域別では、北東部で大きく低下。その他の地域は、すべて小幅に上昇した。全米の販売制約指数は、前年同月比季節調整前では約 23% 低下した。米国の住宅ローン金利は再び上昇しつつある。全米低等貸付銀行協会 MBA の24日発表によると、30年物固定金利は19日までの1週間に、前週比12ベーシスポイント BP1BP0.01% 上昇の 6.69% と、約2ヶ月ぶりの高水準になった。ニュースは以上よ。これは今までと同じデータだよな。中古住宅の在庫が足りない。家は最も高い買い物の一つだわ。在庫不足によるものか。景気後退からの需要減かどうかの判断は難しいけど。今回の場合は前者よね。個人消費支出のコア指数は高い水準を維持しているとさっきあったわ。それで、今、頑張って新築をたくさん作っている最中と。それが、23日に出てきた新築住宅販売件数が予想より高かったことからもわかる。予想は 66.2 万件。でも、実際は 68.3 万件だったわ。おお、今回はバッチシだな。読み取りやすいのはいいけど、結局、インフレ退治はできてない裏付けにしかならないわね。では、ダウを見ていくわよ。ダウは、前日比35ドル20セント安の、32,764 ドル72セント速報値で、終えたわ。米連邦政府の債務上限問題を、めぐる不透明感が引き続き重荷となったみたい。大手格付け会社のフィッチ、レーティングスは、米国の信用格付けの、見通しをネガティブとしたことも影響しているわ。これによってダウは200ドルほど一時下がってるわ。X デイが来るか、来ないか。どちらかは誰にもわからないものな。投資家にとっては超爆弾リスクは避けたいもの。あと、ナスダック構成銘柄ではないけど、NVIDIA がすごく上がってるわ。24.37% とか上昇しているわよ。マジかよ。一体どうしたんだ？24日有二四半期決算と合わせて発表した5から7月期の売上高見通しは市場予想を大幅に上回った。人工知能 AI に使う半導体の需要急増が大幅な業績拡大を支えるとの見方が強まった。つまり、AI に使う半導体需要で一気に業績拡大と。AI 関連は本当、強いよな。でも、高性能な半導体だろう？そうよ。AI に使うような高性能な半導体は韓国勢に作れないわ。それで、今日の注目ニュースはこれよ。韓国産ロケット打ち上げ成功、宇宙強国トップ7入りの快挙ユン大統領。韓国のユン・ソクヨル大統領は25日、韓国が独自開発した国産ロケット、ヌリの3回目の打ち上げが成功したことを受け、独自技術の衛星を独自技術のロケットに搭載し、
打ち明けて軌道投入に成功した国は米国、フランス、日本、ロシア、中国、インドしかなかったが、韓国が7番目になったとし、韓国の宇宙強国 G7 入りを宣言する快挙だと称えた。また、3回目の打ち上げは、8機の実用衛星を軌道に投入し、1機の実験衛星を軌道に投入した2回目の打ち上げから、とてつもない進展を遂げたとし、全世界で韓国の宇宙科学技術と先端産業に対する見方が大きく変わるだろうとの見解を示した。ニュースは以上ね。めっちゃ、ジンボルトの趣味入れてきたな。さすがに今日のボンニャス速報で出すには遅いニュースだから。しかし、韓国さんは宇宙強国 G7 とか、どんだけ G7 にこだわってるんだよ。まあ、なんでもいいけど、なんで、50年前の技術が成功した程度で、ここまで自慢しているかは謎よ。全然、宇宙強国じゃないわよ。北朝鮮の方がまだ上だもの。だいたい、これはロシアの技術とウクライナの、エンジンが土台よね。独自技術って何よ。他にも、今回は打ち上げのハードルを、かなり下げてるわ。高度 500km の衛星軌道で、さらに重量を軽くして、高度を稼いだわ。ロケットの高度 700km が、500km になったというのは、難易度ノーマルから、イージーにした感じよ。なるほど。つまり、成功が重要で、ミッション難易度下げたと。同じ上限では成功しないと思った。つまり、宇宙強国どころか、朝鮮からの逃げよね。素人は騙せても宇宙に詳しい関連企業は騙せないわよ。といったところで今回はおしまい。ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。チャンネル登録をよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。